平野市用ファンの期待高まる。飛べ参加により開花する新たな音楽プロジェクト。滝沢秀明氏の新会社、飛べに平野市用が合流するという報道が週刊誌によって報じられ、ファンの間では大きな盛り上がりを見せています。飛べの公式ツイッターが YouTube 生配信を行うと発表されたことから、滝沢市の再始動について具体的な動きが見えてきたようです。 しかし、ジャニーズ事務所サイドからは、トベはすでにつまずきかけている、という声も聞こえてくるとのことです。滝沢氏は昨年10月にジャニーズを退社し、今年3月にトベの設立を発表しました。その後、キング・オブスの平野市を神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太のグループ脱退や、ジャニーズ退所の発表があり、各メディアは滝沢氏と退所者の、ゴール説、を報じていました。 6月18日配信の週刊女性プライムでは平野神宮寺と滝沢市の合流が断定的に報じられ、戸辺から2組のアーティストがメジャーレーベルより CD をリリースするといった具体的な情報も報道されました。これにより、戸辺の本格始動は7月と見られています。 一方で、ジャニーズ事務所関係者からは、戸辺は事前に情報が漏れすぎだ、との指摘があります。週刊誌による報道に対して戸辺側は否定も反論もせず、滝沢氏が情報を意図的に流しているのではとの憶測も出ています。平野の母親は、女性セブンの取材に対してコメントを控えており、ジャニーズ側も、情報漏えいしすぎ、と指摘していますが、 これは滝沢氏の計画のうちという可能性も考えられます。スポーツジャーナリストの役割として、これからの記事では以下のような視点を加えてより魅力的にすることができます。飛べの活動内容と展望、滝沢氏が設立した飛べの具体的な活動内容や今後の展望についてインタビューやリサーチを元に掘り下げることで、読者により詳細な情報を提供します。 平野市用の決断と展望。平野市用がジャニーズを退場し戸部に参加することになった背景や意図について、インタビューや関係者のコメントを交えながら詳しく解説します。また、彼の今後の活動についての予想や期待も取り上げ、読者にとって興味深い情報となるでしょう。 ジャニーズ事務所と戸部の関係性、ジャニーズ事務所と戸部との関係性や対立が報じられていることについて、両者のスタンスや背景を分析します。また、滝沢氏がジャニーズ事務所を離れた理由や、ジャニーズグループからの退場者が相次いだ背景なども取り上げ、読者により深い洞察を提供します。戸部の新アーティストやプロジェクト、 トベが今後プロデュースするアーティストや新たなプロジェクトについて紹介し、彼らの個性や活動について詳しく解説します。これにより、読者はトベのアーティストたちに注目し、彼らの成長や活躍を見守ることができます。ファンの反応や意見、平野市用やトベについてのファンの反応や意見を取り上げ、彼らの期待や応援の声を紹介します。 さらに、SNS 上での反応や注目度の高さなども取り上げ、読者にとって興味深い内容となるでしょう。これらのアイデアを取り入れながら、スポーツジャーナリストは平野市用の飛べ合流に関する記事をより魅力的なものに書き直すことができます。記事の長さが3000文字という要件にも注意しながら、 報道とは異なる視点や情報を提供することで読者の興味を引きつけることができるでしょう。